ををて京都を制圧ご白川陰性を停止した事件。自称元年の獅子形にの陰謀により、ご白川法王と平野清盛の関係は危機的状況となったが、この時は清盛も首謀者の藤原成地か、最高の処刑と参加者の入るにとどめ、ご白川自身の責任は問わなかった。ご白川も表面は、 清盛との友好関係を修復することに努め、両者の対立は緩和されたかに見えた。自称2年11月、中宮の徳子が高倉天皇の第一王子を出産する。清盛は御子を皇太子にすることを後白河に迫り、12月9日、新納戦時が下されて時人と命名され、15日、立大使した。皇太子の後見人、東宮風は、 左大臣、藤原教衆が任じられ、東宮坊は、東宮大部、平宗盛県大部、加山の院県宮尾、寮、平重平、県寮、平こ盛森など一門や、親兵士苦行で固められた。皇太子周辺から、院近心は排除され、後白河は兵士に対して、不満と警戒を強めることになる。時人誕生直後に生まれた、 傍門職史所生の高倉の第二王子、森定信能も、平智森が養育することになった。自称3年3月、平野繁盛は、病の悪化で内大臣を辞任する。重盛は、獅子形にの陰謀で、清盛に、藤原成親家の除名を頼んで聞き入れられず、政治への意欲を失い表舞台に出なくなっていた。 6月17日、清盛の娘である白川殿森子が死去する。森子は夫、この江元真の死後、石棺家寮の大部分を相続していて、九条金真は、異性のみで、藤原氏の所領を横領したので春、日大明人の神罰が下ったと日記に記している。森子の管理していた、石棺家寮はきつもしくは、森子が順母となっていた。 高倉天皇が相続すると思われていたが、後白河は、白河伝僧あずに、近親、藤原金盛を任じて、事実上その所領のすべてを没収してしまった。7月29日には茂盛が死去するが、10月9日の、地目で、陰近親の藤原機能が、越前守るとなり、人南元年以来の茂盛の地行国が、没収されてしまう。しかも、 この日の人事で関白、松戸の元房の子で8歳の鹿が20歳の気痛を差し置いて、県中納言になった。元房は、石関家料を奪われた上に、殿下乗り合い事件に巻き込まれたこともあり、藩兵士勢力の急先鋒となっていた。この人事は、自らの娘、漢氏を気痛に突がせ支援していた、清盛の面目を潰すものだった。さらに親、 兵士の遠略時でも、反兵士勢力が台頭して、内部紛争が起こるなど、情勢は、予断を許さないものになった。自称3年11月14日、豊明設置への日。清盛は、数千機の大軍を要して、福原から上落、八条殿に入った。京都には、軍病が充満し、人々は何が起こるかわからず、壮上を極めた。15日、元房。 死化が開館され、正二位に除された奇痛が、関白、内大臣、市長者に任命された。清盛の強硬姿勢に驚いた後白川は、条件を使者として、今後は政務に介入しないことを申し入れたため、一時は、関白不死の解任で、後白川と清盛が和解するのではないかという観測も流れた。しかし16日、天台座数。 各解放親王が秘免となり親兵平氏派の王雲が、復帰、17日、大城大臣、藤原市長以下39名が開館される。この中には一門の平頼森や、宴席の加算の陰剣雅などが含まれており、この政変の発端となった、越前守の藤原機能にしても、清盛の次男の平元森の娘が妻であった。 諸国の受領の大幅な交代も行われ、兵士の地行国は、クーデター前の17カ国から32カ国になり、日本秋津島はわずかに66カ国、兵家地行の国34カ国、すでに半国に及べりという状態となった。18日、元房は、打宰本の措置に、左遷の上で入る、市長、原子権の追放も決まった。これらの処置には、 樹木が開催され、天皇の公式命令である戦名、証書が発給されていることから、すでに、高倉天皇が清盛の意のままになっていたことを、示している。20日の立国、後白河は、清盛の指示で、鳥羽殿に移された。鳥羽殿は、武士が厳しく警護して、神勢のこと、女房以外は出入りを許されず、遊兵状態となり、後白河院政は停止された。 清盛は、後の処置を宗盛に託して、福原に引き上げた。次々と、陰近神の逮捕、所領の没収が始まり、院に施行していた、ケビー氏、大江援行は子息らを殺害して自邸に火を放ち、自害、白川伝奏、あず藤原兼盛は手首を切られ、ビンゴ禅寺、藤原ため和佐き、かず藤原ため穂は殺害されて、川へ突き落とされた。 後白川の第三王子である、持ちひも、所領没収の浮き目に遭い、このことが、持ちひの拒兵の直接的な原因となった。ただ、清盛も当初から、軍事独裁を考えていたわけではなく、左大臣、教衆、右大臣、金真など上流区業には地位を認めて、協力を求めた。また、地行国の増加に比して人事面では、平津根が、 修理大部になったのが目立つ程度で、解任された苦行たちの公認の多くを、親兵士あるいは中間派とみなされた藤原氏の苦行が、占めた。また、解任された苦行の多くも翌年には復帰している。自称4年2月、高倉天皇は時人親王に上位、兵士の苦物としての高倉院政が開始された。今回の事件の原因として、極陽や 山縁樹は、越前国の問題、平森古なき後の石管家領の問題、松戸の鹿の県中南後昇進問題があるとしている。越前国は、鹿ケ谷の陰謀の処理をめぐって清森と、不協和音を抱えたまま死去した、重森の治行国であった。しかも没後にその維持のこれ森ではなく弟の宗森が、後継者となったことによって、 宗盛と小松家の対立が危惧される中で起きた事件であり、対応を間違えれば、兵士一門が分裂する恐れさえあった。後者の二つは、石関家継承をめぐる問題で、兵士とつながりの深いこの駅への石関家継承は、その実現によって、天皇かこの家兵士の連帯が可能となるもので、清盛と後白河の相互信頼の象徴であるとともに、 今後の平氏政権の奇数に関わるものであった。政変後の越前国の治行国主は、院から清盛の異母帝の平の利森となっている。さらに、獅子語りの陰謀の前後から続く後白河と、延暦寺による王法と仏法の衝突の問題、後白河の謹慎で一定の武力を有した頼森との確執など、清盛と後白河の対立は、 個人的なものにとどまらず、兵士一門の分裂、さらには、国政全般まで広がりかねない深刻な構図になっていた。清盛は、こうした、閉塞状況を打破し、自転の君である後白川の責任を追求して、政治的な引退を促すために行動を起こしたと推測される。さらに、頼盛との間に、和戦両方の可能性が存在したために、大軍をもって、 とを制圧する必要が生じたと見られている。よりもりが清盛に屈したことで衝突は回避された。ものの、九条金真のもとに、後白河の賭場伝遊兵の理由として、清盛のよりもり討伐計画の噂が伝えられるなど、緊迫した状況が数日間にわたって続くことになった。また、軍事、警察部門を中心として国家に奉仕してきた、検問の一つであった平家が、 国家運営の主体となり、日本最初の武家政権としての平家政権を確立した政変とする見方もある。時点の君による陰性をもって国家統治の基本としてきた当時の日本において、平家はあくまでも、ご白は法王の参加の権門の一つに、 過ぎなかったが、清盛の外孫である、時人新王が誕生したことで、軍事力を背景として、自前で自転の君と近所を擁立することが可能な、権力主体へと上昇させたという考え方による。五白河を遊兵して、政治の実権を握ったことは、多くの反対勢力を生み出した。関白、元房の入るに反発する、幸福寺、五白河と、 密接なつながりを持つ恩情寺が代表である。さらに新しく兵士の治療国となった国では、国史と国内武士の対立が巻き起こった。特に、この時に交代したカ佐相模では、有力財長のカ佐サ・常三浦義明が、兵士の木材から圧迫を受け、源の頼朝の挙兵に、積極的に加わる要因となった。中央で一掃された対立は、 地方で激化することになる。島川稲荷の境内にある藤原市長屋との石踏み。自称3年の政変で配慮された市長がここに住んだ。11月17日、臨時時目で以下の39名が開館された。高倉の第二王女、乗り来内い王は徳子の勇士となっている。徳子は他にも、後白川の第十一王子、新帝を勇士とし、 後白川の第9王子、同方法神皇や高倉の第3王女、清子内神皇についても、神辺の世話をしていることが確認できる。これらは、徳子や一門の養育という形で、兵士が高倉の巫女,女や講子となり得る存在を監視下に置いたものと考えられる。山縁樹記によれば、清盛は、福原機関の途中、鴨川、 桂川の合流点にある、木津殿前の川に怒りを下ろして、かがり火を焚き、子息や武士たちが左右に控える中、連行してきた人々を船前に引き据えて、首を切り、川中に投げ入れて、見せしめの処刑を行っており、この時に殺害された人物がためこう、ためやすらと見られる。教習の着難、来日は、十三味に除せられて、苦行となり、金金の長男、両通りは、 十二里県、中納言金右この絵大将となり、破格の昇進を遂げた。元木康夫は、法王が越前国を募集した背景として、越前国が、平氏一門の中でも、頼りや重盛など法王に近い人々の治行国であったことを指摘し、法王は同国を陰近神の治行国とみなしていたと、する書集。樋口健太郎は、大城大臣の藤原市長も、 石棺の地位を望んで、平森子との再婚を画策して失敗した経緯や、大乗大臣就任そのものが、石棺就任断念と引き換えであったことを指摘し、市長もまた、この絵家の石棺家系賞を脅かす存在であった、ことを指摘している。初集言論文は2005年。岩田新平、武家政権について、元木康夫編、日本中世の政治と、 制度 ISBN978 から4から 642029667P321 から323。ただし、実際に処分されたのは、下級官人まで含めると50名に及んでいる。ありがとうございます。